はい、こんにちは、こんばんは、ありがとうございます。トゥームレイダー2ですね。よろしくお願いします。さて、どうしましょうか。お願いしますとは言ったものの、何すりゃいいんだ。物がないぜ。困ったね。物がないと俺は何をすればいいかがわからない。ブレーカーは、まあ一応全部ね、集めないといけないんだけど、そのために、何すりゃいいんだ？コメントありがとうございます。昔のあるは、最初に今回見つけたブレーカーを見つけられなかったらしいので、で、ここもね、ここもすごく迷った記憶はあるんだけど、それ以外のブレーカーは見つけたらしいんですね。で、迷った理由はここ見つけられなかった、ね、さっきの出っ張りを見つけられなかっただけなので、ここは俺、昔の俺はどうやって開けたんだ？何かあるはずだが、何をすればいいんだ？まあいいや、じゃあ他にもコメントありがとうございます。皆さんね、どうも消防署が、近くにあるらしくて、どういうことなんですかね。なんか、消防署が近い。消防署が近い同士 みたいな、惹かれ合うものがあったんですかね。やることがない。と見てると、もしかするとスイッチかな。まあ前回ね、スイッチあるかななんて憶測は立ててた。なんだここ。ここはまた、ここはまた、なんだ、なんかありそうだぞ。いや、何もなさ、いや、これね、どうすりゃいいんだ俺。このまま降りられるのか？これ動いたら死ぬんじゃないの？どうすんのこれ。どうすんだこれ。下に降りればいいのかい？どうやって降りるのこれ。ここに入るかな、ララさん。その体入るかな、大きな体が。入った。今日はダメージ食らったな。無駄にダメージ食らったな。なんかやり方が違うのか。普通にバクステをして、バクステして入ればいいのかな。でね、これどうすんのっていう、ここのステージで、まあ、やめることはおそらく多分、ステージの名前上間違いはなさそうなんですけど、じゃあこの後どうすんのっていうコメントをいただきまして、まあ、この後というか、ゲームのそのステージをね、ステージは一通りクリアしちゃうのかなっていうお話ですよね。一応クリアはしちゃってもいいんじゃないのかなと思うんだけど、あまりにタイミングよくね、もし終わってしまったら、まあちょ、あれ？これは何だ？トイレ？トイレの鍵？どういうこっちゃ？トイレか。トイレ使うのに鍵かかってたら俺死んじゃうけどね。
悶絶だよね、やっぱり。ああ、ハイハイ機能があればな、ここも問題なく、くっそ、問題なくいけたろうに。で、いつもだったらね、こういうところもカットするんですけど、ああ、結構、まあ俺はカットしねえぞ。じゃあ、なんか喋らなければということで、そうね、まあ、その動画の状況を見て、もし大丈夫そうだったら、ステージぐらいはクリアしちゃおうかなと、今のところ。いや、刺さってない、刺さってない、刺さってないよ。ちょっとしか刺さってなかったよ、今。そんなにね、怒るほどじゃなかったよ、ララさん。もう一歩。で、ポータルね。ありがとうございます。ちゃんとね、ある、覚えてるって言っていいのかわかんないけど、ある基本的に覚えてないんですよ。なので、あ、これさ、普通に歩けんじゃん。おバカじゃないの、アルちゃん。おバカじゃない。ちょっとお腹いっぱいなんですよ。敵は？出んのか。まあいい。で、なんだっけ？何の話したっけ？もうお腹いっぱいで忘れっぽくなっちゃう。ほらね、すぐ忘れちゃうんですよ。アマゾンのね、欲しいものリストにね、ちゃんともう調べてさ、載っけてあるんですよ。そういう欲しいものっていうか、まあ必要そうなものは全部ね。リクエストいただいたゲームも全部、多分全部入れてあるんですよ。なので、あれ？ここが、これか、これでいいのかな？ここがトイレの鍵？悶絶トイレ地獄。ほい。ほい、ほら。てか、どこが開いたの？トイレって何？どこ？結構近くで音が鳴ったけど。あ、あそこか。トイレが、トイレじゃないんですけど。お、そこが開いて、敵。よし。第2、第3は？来ない。待て。足音はしない。オッケー。押していけ。押していけ。おれ。お、オッケーオッケー。で、そっちが開くと。で、敵が出てくると。アイテムは？何にもないか。生産性のないやつめ。別にいいか、生産性がなくったってさ、そんな罪じゃねえよな。あれはもう怒ることは しないんでね。怒られたくないんで怒らないっていう。最近はもう怒られてもいいやっていう、ちょっと、めんどくせえの境地にね、達しつつあるんだけど。まあ、それでもあるわね。怒らない人を目指して生きていこうと思うよ。それがね、その人のためでなくてもね。めんどくせえんだよ、怒んでも。体力使うじゃない。無駄だしさ、無駄っていうか。無駄、まあ、それはその人によるか。いや、でも確かにね、進行はね、かなり早いと思いますね。まあ、昔ね、処刑の時に、もう、なんだ。処刑の時に、今、苦しんだだけは、あ、危ない。くせえぞ。即死の匂いがする。あるなっていうのは、ありますね。あ、ごめん、ポータルね。はい。最近、また別のね、米。なんだ、これ。また鍵が。別の、待て。回せそうじゃないか？回してけ。せっかくだから回してけ。お、オイルいらない。オイルはいらない。潤滑油いらないよ。おれー。なんだこの部屋。でも記憶にはあるんだよ。記憶にはあるんで、でもここで何をするべきなのか全く覚えてない。どれかが押せんのか？という行いを昔もやった気がする。ので、まあ、今回も
地道な作業をやってみようか。多分どれかがね、つかめるんでしょう。これ汚い。このゲーム汚いな、本当に。もしどれか一個つかめるとしたら。ゲスだぜ、これは。なかなかの。で、そうそう、最近そのコメントをいただいて、オンラインゲームちょっとやってみないっていう。で、なかなかある、ちょっと興味が惹かれたゲームだったんで、じゃパソコンでね、せっかくなんでパソコンでやってみようかっつって言って、ダウンロードしたらさ、カクカクさんでさ、もう、ダメなわけですよ。全くもって動かないんですよ。こいつはダメだと。で、まあ、もともと PS3 とか PS4 でもできるらしいんで、まあ、PS3 で動いたら、動かしたら、まあ、ちゃんと動いたんだけど、まあ、問題はですね、パソコンでオンラインゲームは、まあ、無理だと。基本的に。それはいいと。で、そのリクエストいただいた、パズルゲー。パズルゲーって言ってもあれは、自分でさ、ワープ装置みたいなのを作って、右から左へね、ワープしていくっていう、まあ、単純といえば単純なゲーム、まあ、飛んだり跳ねたりするゲームでもあるんだけど、あ、そうそう、ある知ってるんですよ。一回人様の実況見てたんで、さすがにね、パソコンゲームやらねえだろうなと思って見てたんだけど、まあ、さすがにね、まあ、ポータル1、2、3くらいまであんのかな？まあ、内容なんてね、ほぼ覚えてないんで、まあ、やることだけね、多少分かってるんで、できればね、やって、別に、やりませんとは言わないんですけど、ただ、R が悩むだけ、でもね、あれも多分雑談とかね、でもな、頭使いながら話せねえからな。多分話のネタがないとなかなかちょっと、きつそうなゲームではあるよね。本当にね、あのゲーム、淡白な感じなんですよ。本当にただパズルを、FPS 視点でパズルをこなしていくだけだった記憶なんで。あ、こっちか。待て、まあ、なので、なんだここは。あ、ここ、どこ？あ、こ、あ、うん、うん、あ、うん、わかるね。はい。ありがとう。ちょっと怖かった、今。どこがどこだかわからない。レバーはそこにあるから間違いない。まあ、なので、まあ、そのポータルっていうパズルゲームはオンラインの仕様ではないので、まあ、多分大丈夫。お。汚ねえ鍵だな。錆びた鍵ってさ、使えるもんなの？俺さ、普通錆びてない鍵ですらなんか折れそうで嫌な時が、ね、あるんだけど、なんか曲がっちゃったりさ、怖くない？個人的には非常に怖いんですけど。で、よいしょ。どうだ？こっちか。こちらで鍵を使ってしまえば、あれ？でもここの鍵だと、その近くの扉が開くのか、奥じゃなくて。マードロックシーザーだからさ。グレネード。あれ？グレネードまだ持ってないっけ？ねえ、グレネードがあれば、即破壊してね、進むんですけどね。よし。敵は降りてこないし、登っても来ない。俺の生死は約束されているようなもんだが、あれ？あ、またそこか。またここをいじくるんですね。で、このままだとダメなので、
まあおそらくこのブロックでしょう。このブロックちゃんを、まあ、引いたりしてあげれば万事解決するんじゃないか。時間は15分、まあまあだですかね。一応いただいてるコメントとしてはそんな感じかな。あ、そうそう、まあこれね、このトゥームレーダー2終わっちゃっても、あのまだ PS2 ね、第2第3のトゥームレーダー残ってるんでいやいや言ってるようだけど、なんかね、あ、そうそうそう、なんか三角飛びができるララさんも、まあ、今後出てくるらしいんで、俺すごいね期待してるんですよ。やっぱね、ララさんにはやっぱ人間やめてもらわないと、ね、いけないと思ってるんで、そろそろ。まだ押すのか。もうララさんはね、人間やめていい頃だと思うんだ。もうこれでいいか。これが限界か、ララさんの。なんでね、余裕でね、三角跳びぐらいはやっていただかないと。ね、まあ、プラス格闘とかもできればいいなと思うんだけどね。あれ？ん？ん？ん？あれ？ど、あれ？んー、詰まったぞ。どうする？どうする？あるちゃん。わかった。これはね、引くんじゃねえんだ。押すんだ。ゼルダの伝説みたいにブロックを落とせないってことは、引くんじゃねえな、多分。一個押し込んでしまえば、ほら、道ができる。賢い、かわいい、ララクロフト。あ、ちなみに、ツイッターでね、いただいてたコメント、俺がいただいてないんじゃねえや。このキャラクターはね、ララじゃなくて、で、あれ？ここじゃないか、俺。この辺からアップロード。あ、違うな。もう多分過ぎてるよね。場所としては。そんな気がする。一応セーブして、もう俺覚えてるよ。その目の前の落とし穴あるじゃん。で、その後ね、右か左からね、ドラム缶が転がってくるんだよ。分かってんだから俺。もう全部分かってるからね。ねえ、素晴らしいよ。ん？なんだ？あ、君か。もう一個くらい転がってこない？転がってこないか。さすがにそこまでの仕様ではなかったか。え、なの？あ、ちょっと待って。落とし穴は全部落とし穴か？ああ、ガスバーナーか。ララさんの丸焼きは、やっぱりな。そんな気がしたんだよ。うっそ。そういうこと？あ、そうそう、喋んなきゃ。そうだよ。カットできないんだよ。喋んなきゃいけないんだよ。そうね。一応このアケコンの企画というか、いただいたリクエストの中で、ちょっと何やってんだよ。やるやる。このステージはやるよ。この低たらくだから。そう。なんだっけ。そう。いただいた、リクエストいただいたものの中で、アケコンでできそうなやつがね、1個。あるんで、まあそれ、おう、よし、それはやってみようと思うんですね。まあその間に転がってこない。こうしてこっちだ。よし。まあその間になんか買ってそう、うまーく使える、うん、アイテムはなしか。カットうまく使える、
なんか手段というか方法が見つかればいいんですけどね。まあ、なんとなくは、なんとなくね、考えはあるんだけど、いかんせん俺は創意工夫のない男でな、そのなんとなく分かってても、いまいち、ベストな答えが出せない男である。まあそういう時にね、もう一人ぐらい、頼れると当てにすれば違うってな。イケメンの人が言ってたからな。確かレバーじゃないか。回せない。となると、あれか。嫌だな。嫌な感じがするぞ、ここ。あ、これやったときは水中銃、装備ができてない状態かな。待て。あ、出てこないか。そこじゃなかったか。よし。ここは上がれる？では動画開いた？ちょっと分からなかった。気が動転してる。あそこか。で、レバーが開くと。ちょっと場所の確認だけしようか。またずれてる。しょうがないな。俺の姿勢もね、ずれるしね。こっちかな。一度水を抜か、なんだよここはよ。ここもね、ここも死ぬパートな気がする。下がね、なんかガスバーナーだかなんだか、あんまりいい記憶がないんだよ。ちょっと待ってね。裏になんかあったんじゃないかな。よいしょ。で、こうなるだろ？こうじゃなかった。こうだな。まず、昔、これ正しいのかわかんないけど。で、こうするだろ？で、端っこまで行って、違うな。端っこまで行くんじゃねえな。あ、もうこれでいいのか。昔もね、同じことやろうとしたんだよね。また扉が開いたのかな。どこ？下は大丈夫か？大丈夫だと踏むか。いや、大丈夫じゃないと俺死んじゃうよね。よいしょ。じゃあ奥に行けばいいのかな。あ、まずい。場所が悪い。早く掴んで。敵はどっから来る？右か左か、どっちだ。ララさんの熱い息遣いは気をつけろ。そこからもう多分飛び出してくるぜ。飛び出してこないけど敵はいる。はい、狙え。次だ。お、狙うつもりはないんだな。俺が狙っていこう。早く狙え。むむむ。これね、下に降りるとまた串刺しになる気がするんだよ。なので一旦嫌な音がするよ。大丈夫か。なので一旦敵に近づきたいというか始末はしたい。いける。よし。まあ弾の持ちもね、素晴らしい感じで。こうウージーがあるだけで本当にね、
心強いね。ちなみに、お、いつの間にか弾が復活している。なるほど。急ぎここを通りながら、まあさっきのあのへっこんだというかガチャガチャっとしたところにまあ潜り込むと、そういうことだな。おい、いけ。反転、あ、反転、うまくいかなかった。で、ここからうまいこと調整はできなさそうだから、おっ、おらー、よし、どんなもんじゃねえ、シャオラーで、ではのでですね、どこが今閉まったんだ、閉まったんじゃない、開いたんだ、うんふん、ちょっとわからなかったな。びっくりしたわ。じゃあ27分になっちゃったので、一旦ここで終わりにしましょうか。ああ、なるほど。そこが開いたのか。ブレーカーが手に入っただけ。ちょ、待て。どうなって今。そこが開くんじゃねえのか。あ、サメだ。下パンパンやるわけじゃないのかな。上からなんか隕石を落とすのかな。おそらくこの辺を踏むと、そうね、勝手に開く。なんかさ、なんかなん、でもこれじゃわかんねえよな。なんか目印かなんかつけていただかないとね。え、ここ踏んでいいよっていうね、ここ踏んでいい場所よっていうのをちょっとでも教えてくれるとね、あれ嬉しいんですけどね。配慮の足りないゲームだな。こっちじゃねえか、こっちでいいか。で、そうするとここの下のお水が抜けていると、まあ、プラスあの、あれなんて、あ、バルブか。バルブが回せるようになっている。なぜか、ガスバーナーの音も聞こえる。嫌な音だ。よし。痛い思いをした甲斐があったな。で、最後のブレーカーは、多分、このブレーカー入れちゃえばすぐ見つかると思うんで、それでステージが終わりになるのかな？あと2、3パート結構早くなりそうですが、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。